今回はですね、手取り14万円を手取り140万にする方法ということでね、お届けしようかと思います。まあ、その前にね、吉谷さんが動画を撮ってくださったんですけども、髪気に入りにくそうですよね。やっぱね、男として生まれてきて髪の毛、できればあった方がいいですね。髪の毛は多ければ多いほどヘアスタイルの選択肢が生まれるし、それからまあ若く見られるところはありますよね。髪がないよりかあった方が。そう考えると髪の毛もお金も、言葉としてはね、金、髪って似てますけども、多い方がいいのかなと思います。選択肢が増えるんで、髪の毛もヘアスタイルとかね。まあ、若干こう後退しているところがありますけども、それもまあ吉谷さんが前進してるってことなんですよね、きっとね。なかなかの名言だな。はい、それでね、本題に入りましょうか。月収手取り14万を月収手取り140万にする方法なんですけども、結局ここまで見てるってことは、できれば140万にしたいってことですよね。だから単純な答えはまず一番最初にお伝えしますけども、それは今やってる仕事を10倍やればいいのかなと思うんですよ。ね、1日10時間とか働いてるとしたら、まあ1日100時間働くみたいな感じですよね。1日100時間働いて、それを1ヶ月続ければ月収14万が単純に10倍になって140万になるんじゃないのってことなんですよ。いや、バカにするなって思ったでしょ。全然バカにしてないんですよ。これはね、20年前30年前だったらこんなこと言ったらバカ野郎とか言われるんですけども、今はそれが可能なんですよ。なぜ可能かというと、今私はこの動画を撮ってますよね。動画を撮ってアップロードしてますけども、私が喋ってるのは1回なんですよ。でも10人の人が見たら10倍私の話を聞いたことになりますよね。だから聞き手は10倍になってるわけですよ。これがどういうことかっていうと、じゃあね、私が目の前の人に1000円くださいって言いますよね。で、目の前の人がいいよって1000円くれるとするじゃないですか。で、1000円の私は入金があるわけですよ。でも同じことをインターネットを通じて YouTube で1000円くださいって言ったら、10人の人が全員同じことをしたら私1万円もらえることになるんですよ。だからこれが1日10時間働くことを1日100時間働きましょうってことなんですよ。労力としては全く変わりません。全く変わらないんですけども、影響力が10倍になってるわけですよ。じゃあ実際にインターネットを使ってね、10人の人に語りかけるのではなくて、100人の人に語りかけたらどうなるかってこと、1000人の人に語りかけたらどうなるってこと、1万人の人だったらどうなのかなと思ったら、売上は天井知らずなんですよ。だからなんですよ。だから、まあ仕事っていうのは、収入源っていうのは既存のものではなくて新しいものに乗っかる方法があるよってことなんですよね。なんで芸能人の CM 契約料ってあんなに何千万とかで高いんでしょうか。それは芸能人が CM に出て何かをね、演じてカット OK みたいなのは1回ですよ、ね、作品としては1個しかできてないんですよ。でもそれを放送すると100万人1000万人、こういう規模の方が見るわけですよね。そして多くの方がその CM の商品に影響を受けると。そしてその CM は1回こっきりの放送ではなくて、1回こっきりの放送でもむちゃくちゃ影響力があるのに、それを例えば3ヶ月契約とか6ヶ月契約だったら毎日毎日何回も放送するわけですよね。それは見てる人は影響を受けて、スーパーに行った時、ドラッグストアに行った時に、まるで知らない商品よりもどっかで記憶にある商品に手を伸ばすことは多いですよね。特に自分の好きなタレントさんが出ていて、タレントさんがね、これがいいぜって勧めてたら、それをまあ買いますよね。どっちでもいいんだったら、ちょっと多少値段が高いかもしれないけども、こっちを買おうかなってなりますよね。これがだからレバレッジっていうんですよ。昔は無理でした。勤務っていうのは、例えば工場に行ってね、10時間働きました、それで終わりなんですよ。次の日また働かないといけないんですよ。一部のテレビメディアに出てる方だけが1回の撮影で完成品の CM ができたら、もしくは番組コンテンツができたら、それを何回も放送することによって大勢の人に見ていただいてね、しかも繰り返し見ていただいて、莫大な収入が1箇所に集まるって形が取れたんですけども、私たち一般人にはインターネットが出てくるまでこれが無理だったんですよ。だから私は言うんですよ。インターネットを使うことによって考えられないようなね、昔ではもう考えられなかった売り上げが来ますよってことなんですよ。で、すでにこの手取り14万円シリーズね、何十回ももう動画アップロードしてますけども、このテーマだけでも何回引っ張れるかってことなんですよ。まだまだいきますよ。これを1年間やれって言われたら全然できるわけですよ。私も吉谷さんもね、手取り14万っていう切り口で、じゃあ1年間リレーしてください、大丈夫ですと。もっと言ったらね、
たった1本でいいんだけども手取り14万について3時間喋ってみてください。それも OK です。ずっと14万について喋り続けますよね。でこれがなんでできるかっていうと、やっぱり吉谷さんも私もそうなんですけども、数限りなくそれをやってきたからなんですよね。やってきたという自分の行いが引き出しをたくさん作ってるんですよ。それこそ自分がやってこなかった場合、どこかの誰かがやったことを、学習するっていう形でね、自分の疑似記憶に落とすしかないんですけども、私も吉田さんも自分の足でやってきた、自分の手でやってきた、自分の口で喋ってきたから、それをまたね反復することはもう容易でしょうがないんですよね。他のキーワードでもいいです。なんかお題を投げてもらったら、そのことについてどんな話題でもいいですからね、ずっとトークができると。そしてそれを、そのトークっていうのは少なくとも数人から数十人の人を引きつけることができるんですよ。だから私も吉田さんも確かに1本あたりの動画の再生数は100ですよ。100前後ですよ、ね、でもどんな話題でも100前後ですよ。ここですよ、ね、まさにこの話題については強いんだけども、この話題は弱いじゃなくて、ある意味ね、どの話題が来ても必ずセールスとか集客につなげるための動画にしてオチをつけて、そして最後は行ってらっしゃいで終わるね。この動画が様々な切り口でできるんですよ。テーマは同じなのに内容が違う、ね、時にはテーゼ、時にはアンチテーゼ、時には共感して、時には反感を、感情を揺さぶらせるようなことしてね、あらゆるところから心理ってものをね揺さぶっていくわけなんですよ。でもその先に何があるかっていうと、結局は商品の売り上げなんですよ。で私も吉谷さんも YouTube の視聴者さんの中から売り上げが生まれてます、ね、これを見てるあなたは買わないかもしれない、でもあなたは買ってるでしょ。あなたは私に対してお金を払ったことがないかもしれない、でもあなたは私に対してお金払ったでしょっていう風な感じで、視聴者さんが一人ではないと、数十人いらっしゃる。しかもその動画をたくさん作ってるから数百人とか数千人っていう延べ人数になってるわけですよ。その中で100人に1人とか、場合によっては1000人に1人、数十万という商品を買えば賄えるわけですよね。1日に10本の動画をアップロードするとして、その動画を見るのが100人だとしたら、1日に1000人の方が見ることになります。そしてそれが30日毎日やると3万人の人がね見て、3万人に対してセールスができるってことになるんですよ。でこの力を手に入れたらもはや何でもできるんじゃないですか。そして通常の勤務ではまさにね、自分のできる活動っていうのは1回の活動が1回の効果しか生まないんですよ。レバレッジが効かないんですよ。だから手取りは14万なんですよね。だからこのね、手取り14万円を140万にしようと思ったら、間違いなくインターネットを使うしかないです、ね、インターネットを使ってその効果が本当に10倍のパフォーマンスを生むようになったら収入も10倍になってます。これが今日のオチですね。それをやってきて私は麻雀店の親父からですね、今のような暮らしになったわけですよ、ね、レバレッジの効き方っていうのはこういうことなんですよ。1年間何か活動したものが収入としては10年分を生んでるとかね、20年分を生んでるってことなんですよ。そうすると3年間ぐらいやるともう50年分の自分の年収っていうのが返ってきてるよってことになります、うん、あとは自分の気持ちの赴くままにビジネスを続けるもいいし、投資の世界に行くのもいいし、何もやらないのもいいし、逆に無料でサービスを提供し続けるのもいいし、本当に様々ですよね。そうやって選択肢は広がっていって、その選択肢の中の一つに14万の手取りの人を20万とか30万にするっていう選択も私は吉谷さんにはあるっていうことなんですよね。もちろんもっともっと高くすることもできます。あとはその選択肢をあなたが持ちたいかどうかなんですよ。14万っていう収入を20万にも30万にも50万にもする選択肢をあなたが持ちたいのか、それとも14万でいいよっていうふうになってくるのか、おそらくここまで見てくださったということは、できれば14万を28万にしたい、56万にしたい、112万にしたい、こういうふうにバイバイバイって考えてるんじゃないかなと思います。そしてここまで見たということは、あなたにもその可能性が絶対にあるということなんですよ。あとはその可能性に沿った活動をするかどうかになってきます。それではね、ドリームアカデミア速稼塾待ってます。小野沢さんのスクールもありますね。いっぱいありますよ。じゃあ行ってらっしゃい。